タリアエピックガチャから登場した史上最強ロベルト・バチョーベン賞やっていきたいと思います。過去にね一度エピック登場してるんで、そことね簡単に比較しながら性能解説していくんですが、まずプレイスタイルがリンクフォワード、これにより OMF での無印起用が可能になった。まあ、ざっくり話すと、前回がセンターフォワード向きで今回が OMF 向きみたいな感じですね。ブースターボールキャリーで全体の能力値がこんな感じ。めちゃくちゃ強い。今回特に進化したのがこちらの逆足頻度精度。どちらもね1段階ずつ上げてるんだけど、左足がむしろ前のバッチョは唯一の弱点と言ってもいい部分だったんだけど、左足最強バッチョ爆誕いたしました。しかもフィジカルコンタクトがね大幅アップして、タレザー4振るだけでね70まで乗せるんだよね。これもあってもともとのドリブル系突破力に加えてのね竜神的ドリブルぶち抜きがさらに磨きかかったので、めちゃくちゃ強い。そしてスキルも激強でね、ダブタルーレット両刀で足裏根下にワンシューワンパスするバサードスピンキック。正直追加スキルはねもうなくても全然やれるレベルなんだけど、闘争心ミドルヒールトリックあたりは欲しいね。ユベントスバージョンのバッチョもだいぶやばかったけど、今回のイタリア代表バッチョねさらにぶち壊れてます。早速いきましょう。レディッコ、正直デルピーが頭一つ抜けてるかなと思ったんだけど、バッチョね超えてるかもしれない。こっからね、まあ、自由に動いてもらって、まあ、特に真ん中での仕事がね多いと思うけど、散らすこともできるしね、突破から自ら狙う形、決定力もね揃っているので、そっからぶち抜きまくりたいと思います。バッチョバッバッチョバッ、よし。さあ、うわ逆回だ。でバッチョがいい抜き出し、ほっ、いやさすが左足、逆足今回いきなり決めてく。やっぱ OMF 絶妙な位置にいるよな。ヤマルもないぼ。ちゃんと左足でね、まあ、これまでのバッチだったらもしかしたら左入ってなかったかもしれない。ふぅ、でまたバッチョが来てんだよな、ここ。よし、めっちゃ抜け出しうまい。さあロベルトバッチョ、いてぇ。うん、細か、惜しい。うわ、これがロベルト・バッチョよね。もうドリブルのあの何ていうんですかね、ディフェンスを一瞬で破壊する感じ、グッと引き込んでね、バッチョバッバッチョバッチョ、抜け出しての得点とドリブルね。いやートラップが柔らかい。そして根下までが鮮やかな流れ。ボールキャリーだからね、単独での強さがあるっていうのはもちろんだけど、結構連携でもやれるからね、まあ、本当にバッチョの使いやすさ詰まってます。かなり強いと思うよこのバッチョ。おお、ということでお相手さんがユベントスバー来ましたね。バッチョ対決だこれは。もっと仕掛けていきますか、ドリブル。バッチョ取った。さあ行こう、侵入、侵入していく。あー、この侵入ね、いやドリブル早、バッチョの髪型大好き。さあここのバッチョ強いよ。くー、いやー左だよね、ちょっと強いよ。いやー左だよね。さあダブルタッチで侵入していく。いやキーパーうまいな。ダブタの幅見た今の、このダブダの幅見てほしい。グッとね、あそこからえぐっていくのよ。クロス上げてもいいね。ピンポイントクロスとかもまた面白いよね。さあ、あえてここ侵入して、このパス、エンバペー。まあ、こういうちょっと、
トリッキーな形とかも作れるんで、うわベリンガム絶妙なパスから、お次アウトスピンキック、逆足精度が最高になってるのはもちろんだけどさ、こういうちょっと回転若干してからのバイタルね、アウトスピンという形も作れるからマジで OMF ぴったり、決定力も88あるからね。 OMF でもまあ強い選手たくさんいるけど、バッチョの使いやすさはやっぱトップクラスだと思う。やっぱこのタッチに逆足最高はバグ、神がかってるね完全に。ってことでまあバッチョもうゴールめっちゃ取ってるからね、ここに入るんだよな。そうで、あんまり来られると怖いんだけど、こういう剥がしができるこの選手は。ヤマル、あーもう早、もう一歩早めだな。抜き出しうまい、ほっ、うわファンタジスタ、ファンタジスタだわ。あのタイミングでちゃんとループ枠内持ってってディフェンダーゴールキーパー全員を騙した、これがファンタジスタ。結構ねスペースもそんなになかったんで、ほんとよく決めてくれたって感じですね。いやーエムバペ来るな、引き置きだったけどね、ループあのタイミング、もう芸術あそこ決めんのは。いやこれめちゃくちゃかっこいい、この囲まれた状況でね、ディフェンス5人とキーパーを一網打尽。それではセンターフォワードリンクフォワード発動バッジョも使っていきます。バッジョイエス、うわー伝説のタッチだあのまあキックフェイントというか、さすがに完全再現ではないけど今のタッチなんだよ。うわ素晴らしい、素晴らしい芸術トラップ見させてもらった、もう完璧なゴールだった。いや本当にもう硬い中ねパーフェクトゴール、これこれ、いやえぐい、落としてからのこのトラップ、いやもうさ後ろ向きのボールなんでかなりコントロールが難しいはずなんだけど、いやもうこういう球のトラップですね、この柔らかい左から右のシュートもスムーズ、バッチョの究極タッチですね、左のトラップ化け物、あの浮き玉トラップ見せんのもバッチョのね、本当にあのイタリア代表で見せたね究極のトラップなんで、思考のトラップってやつだよね、思考のトラップ、いやーうまい、やっぱトラップからのシュートが抜群にうまいっすわ。マラドーナからバッチョ、バッチョ、あー左足浮き玉の処理がもうね神化してます、バッチョのもうねやっぱ後ろから来たボールに対してとにかくうまい、どっちの得点もすごかったけどね、個人的にはこの2点目の右足トラップからの速攻左へ、えぐい。 CF だとねよりま高い位置でパス合とかもできるんで、そっからねバッチョの形が作れるから、いやちょっとただ強すぎるね。フォートップこれは火力あるよ、こっちはねバッチョとデルピの2トップ、きたーでいいとこ受けてナイストラップ、さあ仕掛けるか、足を出させた瞬間ここ、さらに緊急停止で縦で奥バッチナイバー、これぞ伝説の男、やはりあそこの突破力と最後のチャンスメイクまでね、自らがゴール取るだけじゃない、
リンク、リンクやっぱ点取るだけじゃない。くぅ、いやもう確実に入りますよ。ライブレ的要素も半端ないね。いやうまいな、ほんとうまい。ここはもう抜け出す。ファイヤー、やっぱアウトスピン。1対1でキーパー出てきればループダブルタッチで、そこがなければ最後アウトスピン。今回、まあ、角度もあるし逆足も最高だし、もうあの状態作ったらバッチョが外すことはほぼないです。バッチョ最強格入りますね。それではラストバッチョ行きましょう。自ら狙う形も作れて行きましょうかね。強いですね。ビエラ多分ディフェンシブ入れてるね。これ半端ないね、ほんと。さあどう攻めてくるかですが、うまそうですね。まあ、守備だね、まずは。いやまあここは切るしかないもんな、正直。ナイス。切ってカウンターだもんね。いや、あるよ、バッチいけるんじゃないこれ。アラウホ、アラウホ突破してニア空いてる。これね、フィジカルがあることでやっぱここで負けないですよね。競り負けない。しかも逆にグッと前に入る。あとはドリブルで運んでいく。いやでもアラウホあのぶっちぎり方できるってね、意外といないんですよね。さあバッチョ対アラウホ突破して、ここが待ってる。スルーパスでヤマル。バッチョナイボ。そして自ら来た左足ワンタッチ。これは前のバッチョじゃできない、絶対。細かいとこ行く。いや、あーラフいたか。ドリブルしやすすぎる。くーもう軸裏した瞬間に入ったのが分かったね。あの間はエバッチョのは絶対に止められないね。ラスト試合ハットトリック、いやもううますぎた。ということで今回は逆足最強、史上最強ロベルト・バッチョ連勝でした。やっぱ左足がね完璧に使えることでバッチョのその性能がね最大限発揮される。激強伝説バッチョをぜひ獲得して使ってみてください。さよなら、さよなら。